ナイターですね。はい、今日もダイナマイトのナイターの模様を、滑って紹介していこうと思います。さあ滑っていきましょうね。今日はボードです。雪質ね、こんな感じです。いきますよ、いきますよ。こんな感じ、もう一回いきますね。こういう感じ、うん、だから固めだけど、まあカービングしやすいですけど、なんていうの、カービングが、うん、ガチガチのカービングの思考の人は、まあちょっと柔らかいかもしれないですね。で、今日ね、昼間、その圧雪してないから、ボコボコなんですよ。うん。さあ、人が多いけど、行ってみましょうかね。滑りながら行ってみましょう。よし、ふい。ふっ。ふっふボコボコだな。焦ってきてるね。人が多いんだ。人が多い。雪が降ってる。積もるかなこれ。特に渋滞、この辺特に渋滞するで、ちょっとスピードを落として行ってみたいと思います。お、なんかこれ楽しそうだな、これ楽しそうだな。わあ、今度な、人がいっぱいおる、人が、向こう行くと、乙女コース、乙女コースの、コブ斜面とバンクがあるけど、ちょっと今日はパーク行ってみましょうかね。パーク。こっち行くと急斜面なんで。ここね、こっから急斜面。で、あれがバンクじゃねえわ。パークっすね。ここもボコボコ。ふっ。うおほ。うぅ。あったあったあった。起きました。ボコボコだわ。ふっ。人が多いでさ、後ろばかりになるんだよ。人が多いで。あえてカットオフ人が降りてさ、怖いんだ。よし、ここだな。ここがパークでーす。パークでーす。僕はボックスカメラ持ちながら怖いな。このキッカーも、下手ですわ。私は下手でございます。レールもあるし、あれものもうね、ジャンプ乗り越えるだけだね、俺だったら。くそ、ほら山乗り越えただけみたいな。で、あれがバンクとコブもあるんで。はい、ダイナーナイトはね、来たことない方来てみたらどうでしょうか。レールもあるよ。まあ、割とね、長いコースだし、ダイナがね、ダイナじゃないわ。わしが時のナイターが土曜日しかやってないんで、ダイナランドはね、毎日やってるんで、平日もやってるんで、で、リフトが止まるのは10時半、11時まで営業してるんで、楽しめますよ。うん。はい、来てみたらどうでしょうか。あと100メーターぐらい行ったらリフトですね。はい、ここでまた急斜面かな。音楽うるさいで切りますね。はい。じゃあ、僕はこんな風にね、同日ゲスト、高須ダイナの、ゲレンデの模様、駐車場等のね、道中の模様をアップしてますんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ダイナランド、楽しんでください。はい、じゃあね。